はい、マスタートです。マスタートのインタクの時間となりました。はい、今日はちょっと、まあ戦争についてちょっとリラックスした感じで、ロシアがウクライナに侵略してから、2022年の2月の24日ですね。今日は2022年の3月の9日ですので、今日で14日ですね。2週間経ちましたですね。まあいろいろと、まあ、YouTube でその映像がたくさん、まあ、いろいろと解説やコメントがあって、なかなか厳しい、現実の、世界、また国家と国家間の、まあ、その、パワーバランスですね、もう戦力の違い、ずっと去年の、暮れからロシアがウクライナ、国境に19万人ぐらい、第二次世界大戦以後最大の戦力を、ロシアの戦力の、まあ、軍事力の 75% を、まあ、集結させたということで、2022年の2月24日に一斉に、まあ、当初3方向ですかね、ベラルーシからあと、まあ、南部東部から一斉に、侵入したということで、昨日8日ですね、8日時点でもうネットニュースでは、まあ、100% 投入したということで、チェルニビの 原発とあと一つ南部の原発も、まあ、制圧して支配下に置いてますね。多くの市民や犠牲者がまたお互いの戦士がまたウクライナのもうインフラがほとんどダメージ、集合住宅や本当に小さな民間の家までミサイルで攻撃されていますね。またこれからまだキエフと第二都市のハリコフかな、まだ陥落してませんけど、南部のオデッサとかいろいろとマリンポアかな、ちょっと、まあ、うろ覚えですけど、その都市の攻防が激しさを増す段階で、参るとどうなるか、難民が150万人超えたかな、第二次世界大戦後最大の、まあ、避難難民の危機ということで、まあ、ポーランドではハンガリーかな、ルーマニアかな、それぞれ、国境を越えた難民に対して無料で食事を提供したり、ホームステイしたりとか、いろいろと、まあ、その西側ですね、まあ、西側、東側ということで、難民を受け入れています。まあ大変な状況ですね。またロシアはまた、西側の経済、措置の経済制裁の措置として非友好国ということで、まあ、そういうニュースが昨日飛び込んできましたけど、まあ、そういう、まあ、状況、厳しい状況ですね。コロナが、2020年ですね、になって、まだ今はオミクロンがまだ猛威を振るっていますね。はい、まあまあ、そして、まあ、世界情勢、パワーバランス、軍事衝突、まあ、衝突が一方的に、ロシアが、まあ、ウクライナに侵略したことで、まあ、ウクライナと、まあ、ロシアとウクライナが今戦争状態ですね。キエフにはウクライナのゼレンスキー大統領はとどまって頑張っていますね。国民に対して、まあ、総動、国民総動員以下ですね、男子は、まあ、19かな、60までは、まあ、出国できないということで、市民に、防衛を呼びかけています。そういう、まあ、そういうネットで、SNS 等で、順次今見られる、時代となっています。まあ、そういうまた、キエフにおいてはある、まあ、日本育ちのウクライナ人がインスタライブしたということで、まあ、そういう今は瞬時にしてそういうネット社会です。逆にまた、ロシアにおいてはそういう
ネットを遮断するということで、アニマウスかな、そういうハッカー集団が一時ロシアの国営、チャンネルをジャックして、そのウクライナの状況数十秒ぐらい流したというネットニュースも飛び込んできました。そういう情報戦、またミサイル核の使用、まあ、核でもいろいろと、詳しくはなりませんけど、いろいろとネットでは解説されてますけど、部分的なそういう幾何学爆弾とかいろいろそういうような上空で爆発させて、そういうまあそれも、まあ、圧の力で、人間の内臓が破裂して死亡するという、まあ、そういう、まあ、すごい時代になりましたけど、そういうことで、まあ、これは二段となりますけど、状況が、今日で、2週間ですね、まあ、戦争はこのように あってはならないと思う、まあ、そういう理論空想論じゃなくて現実は、まあ、クリスチャンですので、罪が入って最初に、カインがアベルを殺したように、殺人があって、まあ、その新約聖書でも、まあ、罪自分の思いにならないということになると相手を殺したり、そういうことで、まあ、そのキリスト教がイエス様がこの地に神様自身が来られて、2000年経ちますけど、この世には争いはありませんけど、まあ、ヨハネの黙示録においては、来られてクリスチャンが空虚、推挙され、そして、7年間の大観覧があって、そのうち千年王国ということで、まあ、いろいろと、まあ、ネットでもエゼキエル書から薬局行ってくるね、エゼキエル書からまあ、いろいろとこの状況を、まあ、説明する先生方もいますけど、なかなか私自身もそこまで一神徒ですので、なかなか、詳しくは理解していませんけど、まあ、現実、まあ、こういう厳しい状況ですけども、まあ、私、地について、まあ、一歩一歩歩んでいけたらという、まあ、市民生活ですね、まあ、いろいろと本当に、まあ、ショッキング、まあ、ショッキングような映像が本当に、戦場において、子供が犠牲になって、泣き崩れる、病院で泣き崩れる、命が助からなかったですね、その夫婦は母親の叫び、また中には女子大学生で祖国を守るために立ち上がって授業を取るという方々と、いろいろとその個人によって、まあ、厳しい状況ですね、病人や子供や、まあ、いろいろ、人間街道って、まあ、いろいろ、ロシアとウクライナの停戦会談が3回目が行われました。また10日、明日ですかね、トルコの外相が、ロシアとウクライナの外相で 三者会談、まあ、なかなかでも軍事停戦中か、なかなかお互いの主張の違いが大きく厳しい状況ですけど、まあ、なかなか厳しい状況ですね。経済にも影響が、まあ、いろいろと大きく、このまた世界がいろいろと、まあ、冷戦、歴史の転換期となるような大きな、ね、事件が今年、まあ、現在起こってますね。まあ、こういうことで注視していきたいと思います。2回目ですね。1回目も、ロシアがウクライナに侵略したということを挙げていましたけど、状況の説明に過ぎないですね。心が痛みますね。まあ、いろいろと民間企業でも募金とか、いろいろと人道支援とか、いろいろとなっています。またいろいろと、まあ、ネットではまたウクライナ人、またロシア人もそれぞれ、ロシア人でも反対
戦争に反対する方々が多くの刑務所に入ったり、また、フェイク情報を出したら、15年間の禁錮ということで、そういうロシアの国内においても締め付けが厳しい状況ですけど、まあ、そういう世界、情勢、これも歴史の一部ですね、はい、現実ですので、これをどう捉えていくのか、まあ、私クリスチャンですので、日々その何がに心か歩んでいきたいと思います。現実は厳しいけど、現実に、コロナにおいても重症者は亡くなりますけど、戦争においても、亡くなりますけど、私の魂が、ただ肉体があってそれだけでしょうか。あなたこれ見る方にあなたの魂、3.11 その、東日本の大その、地震においても多くの日本人が、その、自然災害で何万人という方が亡くなりました、そういう、今回もロシアとウクライナの戦争において多くの方々が命を落としています。そういう、時にそれが現実ですけど、私は、この肉体が永遠に、続くものでありません。いつかこの生まれてき、てからいつかこの肉体を閉じる時があります。どう生きるか、どう何を、信じて何を生きてこの世に生きていくか、私クリスチャンですので、聖書にまた聖書御言葉を通じて生きる生き方をしていますけど、皆さんも、この機会に、聖書や、クリスチャン、また教会に、向けていたらと思います。そういう今回の第2回ロシアのウクライナの侵略についての ユンタクですねとなりました、まだまだ取り留めもないユンタクとなりましたけど、厳しい現実ですけど、皆さんの上に豊かな神様の祝福がありますようにお祈りいたします。マスターでした。またお会いいたしましょう。ユンタクでお会いいたしましょう。仕上げです。パッションプレゼンシャロンバイ。シャロンバイ。